バーベンハウゼンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州ダルムシュタット D 軍に属し、ヘッセン州南部のシュタルケンブルク地方のドイツ機組の家街道沿いに位置する。D ブルク、グロースウムシュタットと共に、道軍東部の中級中心をなす。中核宿、ヘルガースハウゼン区、実験ホーフェン区、ハレスハウゼン区はいずれも、ゲルシュプレンツ側のほとりに位置し、 この川の多くの支流が地域を流れている。バーベンハウゼンは南ヘッセンの森が豊かな町である。周辺地域はその大部分が工作地で、例えばアスパラガスが栽培されている。また、市周辺には多くの砂利採取場もある。バーベンハウゼンは、北はロートガウ、ゼイリゲンシュタット、マインハウゼン、東は市場町のシュトックシュタットアムマイン及びグロースオストハイム。 南はシャーフハイム及びグロースウムシュタット、西はミュンスター及びエッパーツハウゼンと境を接している。この都市は以下の市区からなる。中核市区にはこの他に固有の名前を持つ住宅地があるが、これらは公式なものではなく、その境界も明確でない。バーベンハウゼンは1236年に初めて文献上に記録され、1295年に 都市圏を獲得した。ハーナウリ・ヒテンベルク博フィリップ2世の統治下にあった1503年、この都市は皇帝からニコラウス・マルクトと称する都市の位置を開催する特権を与えられた。バーベンハウゼンは、ハーナウリ・ヒテンベルク博領のアムト・バーベンハウゼンの主優となった。30年戦争の時代、ハーナウリ・ヒテンベルク博ヨハン・ラインハルト1世や、同博、 フィリップ・ボルフガングが当初取った中立政策は成功しなかった。アムト・バーベンハウゼンは、プファルツ選定工業に近く、ライン渓谷の軍用道が集中する、ラインマイン地域の地理的特性のために新産をなめた。様々な軍勢によって何度も占領された。周辺の村は戦争の初期に、すでに破壊され、その住民たちは難民となって、バーベンハウゼンに流れ込んだが、 そこへ、ペストが蔓延した。1631年バーベンハウゼンの町と、城は新たに皇帝軍によって占領され、略奪を受けた。その翌年には、イーゼンブルク博ボルフ・ハインリヒ将軍が率いる、スウェーデン軍が入場した。1635年2月23日から3月28日にかけて、この年は、マンスフェルト博フィリップが率いる皇帝軍に包囲された。 その後、1636年から1647年まで、マインツ選定校に占領された。第二次世界大戦中は、バーベンハウゼンに、ソビエト兵の捕虜収容所が設けられた。戦後は、ディスプレイストパーソンズと呼ばれた、ユダヤ人難民の収容所として用いられ、3000人もの難民が収容されたが、1950年4月に廃止された。 バーベンハウゼンの市議会は37議席からなる。2020年11月1日の選挙でドーミニク・シュタードラーは54.91%の票を獲得して市長に選出された。彼は2021年1月15日に市長に就任した。2004年には両市で友好都市協定締結20周年の記念式典が開催された。バーベンハウゼンの市協会。 シェーネアイヒハレスハウゼン区にあるシェーネアイヒは樹齢550年ほどのヨーロッパならの亜種ファスティギアータの木で幹回りは3.85メートルあるこの木はファスティギアータの中で最も古いものでこの亜種の先祖木であると推測される植物学的にも重要な木であるビーディオオートモティブエージン社の敷地内にある小さな自然保護区は大変貴重な先駆種である ザントジルバーシャルテのドイツ最大の群生地である。バーベンハウゼンは、連邦道 B26 号線沿いに位置している。また、ドイツ木組の家街道がこの町を通っている。バーベンハウゼン駅は、南ヘッセンの重要な乗り換え駅である。バーベンハウゼンでは、ラインマイン鉄道とオーデンバルト鉄道が交差する。また、ここは、 地域バス交通の重要な乗り継ぎ点でもある。バーベンハウゼンは2006年まで市の南西部にアメリカ陸軍の中東地があった。撤退はすでに完了しており、跡地の利用についてバーベンハウゼン市とダルムシュタット工業大学で組織するプロジェクトで検討がなされている。バーベンハウゼンはヘッセンエイリン局の本部所在地でもあったが、ヘッセン州行政改革の際に ディーブルクの営林局と合併し、現在の本部はディーブルクに置かれている。この文献は翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。